はい、皆さんこんにちは。王将ガジェの矢作です。今日はちょっと場面を変えまして、今日のテーマはひで子とパフェでデートっていう感じで、ちょっと撮ってよ。これ俺助走してないですよ。あ、助走してないの？助走してないよ。カツラかぶ、雰囲気作りにカツラぐらいかぶってきてよ。俺カメラ構えて撮れないですけど。撮れない？はいはいはい。これはい、今日のパフェはリンゴパフェね。テイクアウトして車でも食べられますよってことです。だいぶ寒くなってね、果樹園テラスもちょっと寒いんでね、あったかい車内でぜひ王将カフェのパフェを食べてほしいなというふうに思ったんで、今日はこんな車内でも食べられますよということを皆さんに知ってほしくて動画撮ってます。こんな容器もだからこう、そうこう感じでドリンクホルダーに入ると、入りましたね。そういう容器に変更したんです。なるほど、はい、はい、じゃあもう早速食べますよ、溶けるんで。はい、はい、どうぞどうぞ。一番上のやつ何ですか？これはピオネだね。ピオネ、はい、はい、得意の。まだピオネあるんですね。ありますよ、得意の。手でいきますよ、はい。うん、うまい。皮出さないから、はい、これはあの黄色と赤のリンゴありますけど、はい、うん、2種類のリンゴが入ってるんですか？3種類だね。あ、3種類、うん、黄色いのはシナノゴールドで、赤いのは和瀬富士、和瀬富士、はい、陽光、はい、シナノスイート、はい、だから4種類食べられます。はい、でこれコーンフレーク、リンゴソース、バニラ、リンゴソース、バニラ、リンゴソース、生クリーム、はい、そんな構成になってる、はい、そうです、はいはい。あ、そういえばスプーン持ってきましたか？持ってきてよ、はい、スプーンいられんもん最初は。うん、これリンゴと合うんだよな、生クリームも。うん、美味しいです。これいい感じですね。うん、村山ちゃん、ええ、今日朝飯抜いてきたから俺。あら、このロケがあるときは必ず朝飯抜くことにしてるから。あら、うん、うん、いい朝ごはんだわこれ。あら、これおすすめ。リンゴで腹いっぱいじゃないですかこれ。そうだね、結構。これリンゴは大体1個分ですか？1個、うん、1個は使ってべ、1個半ぐらいじゃないの？大きさによるけどね。大きさにもよるんですか？うん、はい、だからおすすめのデートプランはね、やっぱ朝9時に、朝ごはん抜いて朝9時に王将カフェのオープンとともにパフェをゲットして、それであの車でね食べながらドライブしてほしいね。あ、うん、だ女性は、うん、シャインマスカットパフェで、うん、男性は、うん、リンゴパフェですかね。なんでそこに格差出んのよ。え、なんでそこ格差なのよ。それ男女不平等じゃないそれ。やっぱ美味しい方、ほらあれだけ男女平等って言ってんだから、パフェも平等にしようよ。そうですか。うん、女性がシャインマスカットパフェ食うんだったら、男の人にもシャインマスカットパフェを食べさせてほしいね。いや、あのほら2人でほら違う種類を1個ずつ買えば、あ、シェアしてね、シェアするできる。なるほどな、そういうのもいいよな。あーんとかね。あ、そう、それで手づかみな。いいねー。パフェの話全然してないよ。ほらパフェ、あ、パフェ、はい、ちょっとリンゴの自社製のソースが出てきました、はい、これ紅玉でね。紅玉なんですね、うん、はい、これうまいね、合うねこれ本当に。
バニラソフトと。紅玉のソースは、うん、なんか聞いたような気もしますけど、自家製。うん。うん。鍋でコトコト煮てますよ。コトコト煮てるんですか。コトコト煮てますよ。はい、ああ。寒いのよ今日朝。寒いですね今日ね。寒かった今日。さすがにあの俺も冬仕様の制服できましたけど、うん、あのラックっていうの？あのラック、あのラック、はいはい、あのラックって山形弁なんだか？いやいや違うと思います。違う？全国的に通用するのあのラック。あのラックみたいなのシャカシャカ言うするやつ来てね、今日聞きましたよ。ちょっと一回ちょっとあれですかね。この部分ちょっと後で。あのラック。あのラックって聞いてみる。あのラックね。あのラック。ねえ、多分子供が来たはってなる、うん、やっぱりこう寒い時は少し暖房が効いた車内で、ね、車内で、うん、アイスクリームって夏のもんだけど案外冬も販売数量あるんだってね。ああ、なんか北海道は冬の方が売れてるみたいです ねえ、だからそうなんだよ、案外暑い時だけじゃない正気はね、ええ、パフェも少しあったかいところでね、ええ、食べてほしいなと思いますね、はい、うん、うん、はい、姫の例のやつが出てきましたよ、例のやつが、例のやつ来たんですか、うん、あー、コーンフレークよ、コーンフレークですか、うん、早い、うん、やっぱりねパフェ美味しいですけど、ええ、どこで誰と食べるかって大事じゃないですか。ほう、急に、はい、うん、やっぱりだからね、大好きな人とあったかい車内で食べるってのはいいと思うな、はい、うん、ちょっとそういうね動画を撮ってくださったら、うん、ちょっと募集ということで、パフェデート、テーマは そんなこと言ってるうちに亡くなったよ、もう。もう早いですね今日、うん、早いのかな、パフェ王将カフェのフルーツパフェ早食い日本記録、日本記録保持者自称、味わって食べましょうよ、自称味わいましょうよ、ん、味わってますよ、だって測ってる人いないでしょまず、ええ、何分ってね、はい、うん、自称でいいんじゃない、ええ、うん、記録保持者、ええ、うん、はい、いやー、まだとあれですね、駐車場で実際撮ってますからね、駐車場だよ、ええ、あ、ちなみにこれは俺の愛車ね、ええ、俺の愛車、仕事用の愛車ですね、うん、軽ワゴンね、ええ、これどこまでも行くから、あ、うん、蔵王の山も登るし、まさかえ、これで岡間まで行っちゃう、行くよ、呼ばれれば配達も行くよと、後ろにフルーツ積んでいきますよ、どこまででも、ええ、うん、俺どこまで行ったっけな、これで土浦まで行ったな、お、ちょっと、うん、呼んでくださる方募集します、だね、もうそろそろ、そうだね、ええ、あの職場でラフランスいっぱい書いてあるんだけど、矢木社長運んでくれませんかっていうのを待ってますまたね、皆さんにお知らせしたいと思いますので、緊急事態宣言も解除になりまして、少しね自由に動けるようになりました。王将カフェの営業は11月の23日までですので、ぜひ皆さんのご来園もお待ちしております。本日もご覧いただきありがとうございました。